上原茂氏3月13日から1971年3月20日は、兵庫県稲見郡に在住した詩人。明治41年、兵庫県稲見郡四方町に、父や兵、母糸のむつおとして生まれる。幼少より、体が弱く、西、四方尋常高等小学校6年生の際には、イカ水で休学留休し、 姫路商業学校でも、胃腸疾患のため2年で退学している。1933年より、西四方村役場に就職し、後には、収入役を務めた。1926年、文章クラブ上で短章3編が、幾多春月により選ばれさ位入選。以後、幾多春月、西条80を半として、 80主催の愛称に投稿を続け、後には気候化に推薦された。地方道人誌への詩、民謡、商局などの発表や、神戸新聞への童話の投稿などの活動も、この頃である。同郷の名優として、大塚通る、八木おしみ、金金俊広らと、生涯親しく交わり、 1931年8月31日、姫路愛称読書会を開く。1946年1月、新党社を立ち上げるなど、たびたび活動を共にした。愛称の廃刊後は、横山聖画総監の詩詩、昭和詩人に参加し、またその頃、助上詩集、花と流星を観光した。1964年、 体調優れず仕方町役場を退職、以後しばらく、六甲商会に勤務した。この頃上原枝月と合し廃人としても、廃止、王や、仕方番茶クラブを中心に活躍。加古川市政施行20周年にあたり、新加古川温度を作詞し、1970年4月レコードを発行した。1971年3月20日、加古川市、 四方町の自宅にて死去。ありがとうございます。